2020年東京オリンピックの卓球競技は国際卓球連盟管轄により172名の選手が参加し東京体育館で開催される。今大会は男女シングルス、団体戦に加えて新たに混合ダブルスも実施される。シングルスは男女各64ないし70名、混合ダブルスは16組、団体戦は16カ国で争われる。 1>, 1カ国からは男女それぞれ3名まで出場できるが、シングルスには男女それぞれ1カ国最大2名まで、混合ダブルスは1組のみの出場となる。開催国の日本は全種目に自動的に出場する。2020年1月6日、日本卓球協会はシングルス代表として、2020年1月2日、時点の世界ランキングで日本勢、 上位2番手の選考基準を満たした、張本智和、羽光希、伊藤美馬、石川佳純を選出し、団体戦の3人目の選手として、ランキングで、日本勢3番手の水谷淳、平野美宇を選出したことを発表した。団体戦には開催国である日本のほか、各大陸予選の勝者6チーム、世界最終予選の勝者9チームが出場する。混合ダブルスには、 各大陸予選から一組ずつ、2019年、ITTF ワールドツアーグランドファイナルの上位4位組、2020年、ITTF ワールドツアーのうち、プラチナイベントに指定されている、ドイツオープンの優勝ペア、準優勝ペア、カタールオープンの優勝ペア、準優勝ペアと別の大会の優勝ペアが、出場権を獲得する。また、 開催国である日本は一組の出場が保証されていたがワールドツアーグランドファイナルにて水谷純、伊藤美誠ペアが準優勝し出場権を獲得した。1カ国からは一組のみ出場できるため不使用となった出場枠はオリンピックランキングにより割り当てされる。なお団体戦の出場国の選手が混合ダブルスに出場する場合は 団体戦のメンバーにも含まれていなければならない。シングルスには団体戦の出場国からは団体戦のメンバーを2名ずつが出場させることができる。その他の国の選手を対象としては各大陸予選から22名の選手に出場権が与えられるほか、世界最終予選、オリンピックランキング、招待枠による出場権が与えられる。ありがとうございます。